おはようございます。おはようございます。アハスピードオスピの片鳴らしです。お願いします。あれですか、はい、花粉症。はい、私。あなた、はいはい、あれだよね。はい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 、はい、私ね、花粉症の人だよね。よく言ってたでしょ、昔。昔とかで何歳から花粉症なの？ですね、私が花粉症な、でも意外大人になってからなんですよ。20ぐらいですからね。え、大人になってからもう20年も経つんですか？年いくつなんですか？そこいいだろ。年いくつなんですか？何回年聞くの？もう毎回年聞かれてる気がするんだけど。いくつですか？40だろうが。いくつですかってなんだよ。なんで新鮮に驚けるんだよ、毎回言ってんのに。大人になって20周年。そうだよ、ね、40なんだから。そうだろう。信じらんない。何が信じらんない。20年2回生きてるってこと？花粉症の話だよ、これ。関係ねえだろ。花粉症だから20年、金のない20年花粉症歴、20年のお金ない若手芸人、はい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 、私が、なるほど、これで花粉症を軽減させました。オッケー。最新情報ですね。オッケー、ありがとうございます。どうなんですか？だから本当に最近花粉症楽になったんですか？昨日ちょっと飲みの席で。はい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 。本当かよと思ったんです。まあ僕ちょっと花粉症。じゃないでしょ、まず。じゃないです。全然違う。だから最高なんですけど、うん、生きてる。生きてるだけでも丸儲けなんですけども、おさまさんの名言とかいいから、今るなんですけど、今る状態なんですけど、そう、花粉症か花粉症かじゃないかでやっぱ人生って結構変わってくるから、うん、相当つらい。めちゃくちゃつらいからね、花粉症って本当に、うん、で2、3ヶ月も棒に振ってるようなもんでしょ。ね、1、12ヶ月の、まあ、でもそんぐらいつらいわけでしょ。誇張表現ではないと思うんですよ。だからそれを今ね、多分つらくていろいろ見てる人が、はいはいはい、これお金もなくて、なるほど、確かに困ってる人がどうやって軽減したんだろうっていうのは興味あると思うので、なるほど、教えてあげてください。教えてあげましょう、うん、で私花粉症じゃなくなってもうね、多分コロナ禍に入ってからもう花粉症じゃなくなってるんですよ。何？はい、コロナ禍は何年前ですか？あれは3年ぐらい経つんじゃないですかね、もうコロナ禍。そうですよね、うん、まあいろいろやったんですよ。花粉症になるといちいち病院行ってお薬もらったりとか、うん、でいろんなものがあるんですよ、今花粉症グッズって。はいはい、なんか、そこにもありますけど、まだ、うん、あのスプレー、花粉症用のスプレーがめっちゃ効くと。どう、こうやって撒くんですか？いや違います、違う。で、そんな笑われてもわかんないんで。全然違うんですよ。まあこれ、はい、結構有名なやつで、はい、これを、花粉が飛んでる季節にこうやってやるんです。顔に吹きかけると、この辺に吹きかけて外出ると、うん、どういう仕組みになってるか知らないけども、うん、花粉症にがの軽減されますと、症状が、はあ、で、まあ、やってみたと。これもやりましたね。どうだったんですか、これは。ね、やっぱスプレーした時は確かに軽減されるけど、うん、完全ではないよ。あ、うっすらそんなに症状薄いくなるかなぐらい。まあ多少、多少ね、気持ち、うん、かもしれない、うん、気持ちだけでそうなってるぐらいの、うん、し忘れるし、うん、こんなもんなんかスプレーでこれで1000円ぐらいするんですよ。高いね。そこそこするし、うん、毎回毎回こんなスプレーしてくっていうの、あ、スプレーし忘れたみたいなのもあるし、これではないと。うん、そう、これ1年使ったらこれちょっと違うな、僕はね、うん、これがいいっていう人もいるけど、これ派もいるかもしれないけども、うん、別に悪いもんじゃないけど、違いますと、違いますと、これではないです、うん、はいはい、はい、スプレー消えた。で、やっぱお薬とかもあるんですけど、うん、花粉症でもらう薬って結局症状を和らげる薬なんですよ、うん、はいはい、だから花粉症自体を治すようなもんじゃないわけですよね。症状を軽減させるもんだから、うん、まあ風邪薬と一緒か、風邪薬も症状をなくすってだけじゃん、うんうん、そうですね。そう、体質自体っていうのは体質だから変えらんないんですよ。いや、そうですよ。そうで、僕あの、うん、病院行った時にちゃんとアレルギーって調べてくれるんですけど、うんうん、あの出るわけで、うん、俺は杉だったの。杉花粉、うん、杉花粉がもう最高に弱いと、うんはい、ある人に、うん、これいいよって勧められたものがあるんですよ。あるものを、はい、ある商品を勧められたんです、うん、で、それは何、簡単に買えるんですか？簡単に買えます。どこでも売ってます。どこでも売ってる、持ってきましょうか、その方が分かりやすいでしょ。そうっすね。とりあえず。じゃん！あ。R1 ヨーグルト。R1 ヨーグルトだ。はい。まあ、知ってるでしょ？知ってる。R1 ヨーグルト。うん。これね、これなんで結構広まってるけど、うん、これがなんで広まったかというと、これは、
インフルエンザ、はあ、インフルエンザとかにならなくなるよっていう、その言ったら免疫力が上がるんですよ、うん、とされてるの、うん、で結構なんだ科学的な実験とかもしてて、うん、説得力もあって、うん、っていう風に発売して、うん、したら実際に効くからもうバカ売れして、うん、これをもう常備飲み続ける人が増えたらしいんですよ、うん、でそのある人から、うん、僕花粉症じゃなくて、うん、これ飲んでたら風邪とかマジで引かなくなるからって言われて紹介されたのよ、うんうん、これを飲み出してから、うん、確かにそのなんか風邪とか本当に引かなくなったのよ、うん、でも何めちゃくちゃ飲んですぐ効果っていうもんじゃないから、まあそうだよね、そうそうそう、あ、聞いてる、知らない間に体質が改善されてて、そう、あ、そういえば1年間風邪ひかなかったなみたいな、なあってなってて、うん、で俺も、うん、結構俺最近ふと気づいたのよ、うん、あれ俺最近花粉症になってねえなって思ったの、すごっ、つまり免疫力が高くなってるから、うん、多分花粉にも効いてるわけよ、うんうんうん、で、その紹介してくれた人、うん、で、その人もめちゃくちゃ花粉症だったらしいんだけど、うんうん、このヨーグルト飲むようになってから、うん、花粉症そういえば全然最近大したことないっすねって言ってんの、すごい。じゃあ本当じゃん、本当だ、だからその要はそうアレルギーと戦う力が強くなったんだ、だから自分の兵士たちの、そうそうそう、あるわね、だから一説にはコロナとかもやっぱ免疫力が高い方がかかりにくいからとかも、はいはいはいね、まあ俺かかっちゃったけど、うん、ひょっとしたら飲んでなかったからもっとなってるかもしれないし、うん、だからもう本当体を本当に全て免疫力上げるってことは全て健康の方向に持ってってくれるから、だからその場で、うん、薬だとか、はいはいはい、こういうのだとかで、はいはいはい、その場のしのぎではなく、そう1年間そうこれを何毎日飲んでる、これ毎日飲んでる、毎日飲まなきゃいけないの、うん、毎日めちゃくちゃ金かかってんじゃねえかよなんで金かかんねえと思って見たのによ、あ、そういう触れ込みで、これまあ120円ぐらいかな3000円、いやいやちょっと今、ね、まあまあそうか、どっか上がっちゃったから、4000円、5000円ぐらいで済むってこと、月、そうだね、1本でいいね、4000円ぐらいかな、まあ、朝毎朝月に1回じゃダメなんすか、ダメなんすか、いやそれでも効果あると思うよ、うん、でもとりあえず俺はやっぱ毎日これ飲み続けてから、おいしい、うまい、そしていやこれ本当におすすめ、でも気づいたら花粉症も、俺だってここ最近本当に花粉、なんか花粉症じゃないって言い回しがすごいもんね本当花粉症じゃになってないなってさ、うん、花粉何そういえば花粉症かなり弱くなったなじゃなくて、うん、え、もう外に出れるってこと、出れるね。今日なんて多分飛んでた。あ、そうそうそう。これわかんないけど。あの、今年すごいらしいんですよ、花粉。だからもう、なんか、そんな感じないの。別に。鼻炎の薬とか飲まなくなる？飲まないのよ、そう。そうそう。ずっと、なんか、かついたもんな、一緒にいて。ジクジクしてるって、えっけん。そう、だから本当に。で、なんか鼻炎。そんな嫌な話。出番の前とかになんか、そうそうそう。で、万年ぼーっとしててさ。いや、別にそのせいじゃねえわ。ぬぼー。いや、そうじゃん。多分。薬強いんでしょ、鼻炎のって。わからんけど。でも、確かにちょっとさ、はっきりしてるかもしれない、ここ2年ぐらい。そう、意識が。意識はそう、だから舞台前とかも、だって、もう、くしゃみとかしちゃうかもしれない。怖いから飲んだり。飲んでたよな。飲んでたのよ。俺、飲んでないでしょ、最近。すごいじゃん。すごいのよ、本当に。じゃあ、本当なんだ。いや、マジだと。お父さんがね、R1、R1 うるさいのよ。あ、本当に？いや、結構いるよ。もう R1 進行の人いるのよ。じゃあ、あれ本当だったんだ。いや、俺これはマジだと思うんだよな、いろいろいるよ、もう私は聞きませんでしたみたいな人いるかもしれないけど、そんなんでも1年飲んでないわけでしょ、うん、多分続けて飲まないと効果はない、よく飲んだね、1年ね、そう、そこそこ、そう大したもんだね、うん、なんかすげえ健康になってる気するね、朝これ飲むと、うんうんうん、俺一個また健康になってるっていう感じがするの、その効果を得られてるから、いや、マジでおすすめ、本当に、本当に花粉症これすごいじゃん、いや、すごい、本当に耳寄りな、まあ、そしてなんつーの、うん、難しくもないというかさ、うん、お酢の納豆とかはなんかもうやってらんねえじゃん、毎日食うなんて、ね、そういうこれはもうこれ簡単です、飲めばいいわけですから、うん、でも毎回箱買いするドンキホーテで、箱買いして、うん、ドンキホーテが一番安いかな、まあ、僕のいろいろ買ったとこによると、うんうん、スーパーとかよりだからまあ今年急にはでも分かんないね、どうなんだろう、あれはやってたらもしかしたら1週間ぐらいで効果出る可能性もあるからね、うん、あるある、うん、まあでも早ければ早い方がね、来年は一回そう来年乗り切れる可能性もありますので、うん、一回ちょっと騙されたと思って飲んでみてほしいです、本当に俺はね、もうそう効果すごいあったから、効果あるかないかが、うん、
だから結局ネットで書いてあることとかだと、ね、なんかそれがさ結局 R1 関係者が書いた記事なんじゃないかとか、うん、あそうとかさあるからね、あと有名 YouTuber だと案件なんじゃないかとか、あ、あもう全然一番信用できますよ、登録者2000人で案件来るわけ、うん、1円も明治からもらってないし、何にもないそういうメリットがない人が、何のメリットもないですよ、こんな目をキラキラさせて本当に、もうただのおすすめ、じゃあこれは本当に信用していいことです、はい、ぜひちょっと試してみてください。